この動画に10秒以内に高評価できた人は寒さに強くなります。闇の豪華に抱かれて眠れ。はい、どうも、最近プラズマ乳酸菌にハマってる男カイトです。最近まで体調不良で免疫力の大事さに気づいたので、免疫力向上委員会代表としてプラズマ乳酸菌飲料を飲み始めましたね。やっぱり腸内環境をきれいにして内側からガードを固めることによって外部からの敵の侵入を防いでいくと、って俺発言が真面目すぎ。ってことで今回ネットでバズった呪術廻戦の面白動画がツッコミどころ満載だった新作です。この動画が一瞬でもいいなと感じたら高評価の方だけよろしくお願いいたします。己の不甲斐なさに腹が立つなどということは今までもそしてこれからも私の人生ではありえない。ただひたすらにこの現実を突きつけてくる諸悪を、ただひたすらに。それではどうぞ。手数勝負だ。日本腕対腕。いや、後ろの腕の方絶対届いてない。あと後ろで一般人がのんびりしてるのじわじわくる。全員当時孫ジョースターの血は本当によく馴染む。脱出不可能よ。いや、一番ヤバいやつ降霊させちゃった。吸血鬼に不思議不の属性てんこ盛りだね。最近ね、なんか封印のために気使ってなんかやってることってあります？うん、あ、獄門鏡飲んでます。獄門鏡こっち見て、じゃじゃん、ほらこれすごいでしょ。何ですかこれ。パンです。すごい。いきますよ、せーの、あー、獄門鏡開門。やったー。いや、特級呪物を売ろうとすんな。マジでそのまま封印されるて。全員当時4番呪い呪いはっ、エリークソ強い伏せ強いやつ出てきた。この当時なら確実に五条の首チョンパしてそう。お前は下に降りて術師を殺せ。孫、誰に命令してんだよ。術師は殺せか。てめえも術師だろ。普通に小神ババが戦闘すればよかった説。夜から昼に変わってるからどんだけ吹っ飛んだんだよ。もしもゲトウスグルが復活して五条悟と共闘したらという動画を見ていきましょう。やるならさっさとしてくれ。そうだね。へえ。渦巻き紫。大丈夫、私たちは最強なんだ。むしろ存在するべき記憶やないかい。ハッピーエンド展開の呪術廻戦ですね。ニッタちゃんストップ。ポーチちゃーん、よくわかんないけどエナドリたくさん買ってきたよって。お、逃げた人。めちゃくちゃ怪しまれとるやないかい。会話が噛み合ってそうで噛み合ってない。あっち行け。仲間の数と配置は。バンドのために帳を守るバイトの鏡。作画の温度差えぐいて。赤血槍術白蓮。近距離ですら使えない攻撃だね。お風呂で水ピュッピュするやつの時のあれ。なんなんだこいつ、有名な術師か。立ち姿だけでわかる。術式反転。赤。挙式。紫。なんだよ、もうまたかよ。呪術版ムダムダラッシュ。結局五条悟に倒されるループの運命。五条ゲトを忘れるという動画を見ていきましょう。今でも五条悟の脳内時間で1分だ。いや、脳内どうなっとんねん。音割れ青の隅がやめてください。で、誰だよお前。ゲートをすぐるだよ。忘れたのかい。悲しいね。いや、誰だよお前。ゲートをすぐ、さっさと答えろ。お前は誰だ。きっしょ。なんでわかんねえんだよ。わかんなくても開示していくスタイル。この世界線のゲートはちゃんと泣いてそう。あ、ななみさん、ななみさん、こんにちは。あ、今度合コンやるんすけど来てくれませんか。わかんな、一
人と配置は人と配置いやわけわからん理由でブチギレとる。卑怯面すぎるがゆえに人と配置まで気にしてんのかな。もうこんな人と配置は切れてる何言ってんの。喋ってないっすよ。喋ってないよ。人との配置はもう一級合コン師に転職しなさい。どんだけ怒りで喋れてないね。この誘いが私に来るまでに何人もの男が断られてました。誘ったのはあなたですね。別の人誘ったのに嫉妬でもしてるんか。これ高校編も見てみたいですね。まずはお前から殺す。じゃあ紫私の脳内時間で1分なんてやつ。呪術廻戦打ち切りルートしっかりどさくさに紛れて虎杖も殺したな。ナッパ避けろ。さっさと答えろ。お前は誰だ。きっしょ。なんでわかるんだ。いや別の世界線渡ってきたな。紀元山で判明した衝撃の事実。呪術高専の下藤優先生と伏黒杜氏先生という動画を見ていきましょう。いや物理的に猿に見えてんのかよ。呪術や知能低い生物を見下す先生。はい、お疲れ。この学校で体罰の概念なさそう。伏黒杜氏先生が文字通りのスパルタ教育。呪術廻戦ハロウィン特集という動画を見ていきましょう。全員杜氏。ミノくんが自ら視界立っとる。よっぽど見たくない光景だったんやろうな。いやそれカボチャの王やないかい。福間水氏がハロウィン仕様になってんな。めぐみのウサギの使い方という動画を見ていきましょう。ほぼほぼ私的利用で使ってんな。そのうちウサギで金稼いでそう。いやまさしく売り払われようとされとる。そこら辺のウサギよりも IQ 高そうだしね。イクラ、トロサバ、焼き鮭ハラミ、イクラ、イクラ、タラコバター醤油。めちゃくちゃ食いしん坊さん。具のリクエストの速度早すぎんだろ。え、夏休みっていつまで？だから明日まででしょ、あんた。明日から学校でしょ？え？領域展開。無料空所。あ、やだ。お母さん勘違いしてた。学校来週からじゃない。え？いや、なんで帰り道浴びてんだよ。しれっと途中呪霊も退治してた？呪術廻戦渋谷事変。巨大獄門。ガチャ3時間待ち。3時間並んで1回えぐいて。俺は並ぶのに相当の根気必要そう。よう久しぶり。脳汁ピュッピュだよ。ギャンカス特有の久しぶりですね。なんか気持ち悪い表現だな。多重債務正解。年収を動かしたら3社すぐ借りれちゃってさ。こいつお前の範囲は俺と一緒に乗り打ちしなかったこととその呪具を使ってハンドルを固定しなかったことだ。天の坂を固定の道具に使うなよ。安い使い方推奨するね。信頼度 50% 赤保留。いや赤保留でそのまま物理的ダメージ。まともにパチンコできない環境なんだが。U タイム駆け抜け。マネー大損。これは五条家の中でもごく一部の人間しか知らない。青保留と赤保留、二つの保留を衝突させることにより、新たな保留を生み出す。挙式。紫保留。いや、確率のパーセントむしろ減っとる。信頼度低い方にいってんのよ。あれ、聞かせてくれよ。ああ、やるか？やっちゃうぞ。ひき肉でーす！うるせえな！ひき肉レス煽りレベルマックス。ハイになりすぎてついつい言いたかった五条悟。ロサンゼルスじゃなく、なぜかジャングル。アマゾン？アマゾンじゃ呪霊もいないんだけど、あの呪いもいないんですけど、アマゾンじゃケツに呪霊をつけることを覚えてから明らかに
プレイのスキルが上手くなってないね。じゃあ意味あんまなかったね。ケツに呪霊って表現がいろいろ語弊生みそう。戻れない あの夏の日。いやもうダメだ、もう無理だ、もう無理。真人を殺していいよ、こいつら。無意天平、無意天平。そこ最後真人頼りなんだね。全てをなかったことにしようとしてんだけど。獄門教開門。よ、サトル。は？久しいね。領域展開。無量空所。挙式、紫。吉祥。あんまゲトウに興味なかったんかな。秘術仕事焼き払われたね。何これ。これが技術改正。じゃあ結婚するなら。よくさ、知りもしないキャラで考えられるよね。あれに似てる。ハイボールじゃなくて。なんだっけあれ。飲料。ドラゴンボール。主人公に。似てねえよ。少し髪の毛ツンツンなだけだろ。技術改正ってすげえ勉学的な教育アニメっぽい。あのさ、むさっくるしい上に眺めも悪いから、早くやるならやってくれ。そうだな。獄門教。ちょっと待って。え。すぐる。そんなやられていいのかお前。さっき出てただろ、ちょっとな。その体乗っ取られてたぞ。今助ける。嘘嘘ぴょーん。最後の希望も絶たれました。分かってはいるんだけどすがりたくなるよね。ちょっと待って、すぐる。おじょぎやがる。頼む、すぐる。俺やんなよ、俺暗いとこやんなよ。かっこよく本当にもう。あ、これあれでしょ、弊社でしょ。もう騙されないぞ、サトル。騙されないよ俺は、サトル。すぐる、頼む頼む、早く頼む。嘘だよー。弊社恐怖症発狂案件だね。これある意味で拷問プレイ。今回の不倫旅行楽しもうね。ね、楽しもうね。獄門教開門。やあ彼氏。浮気相手といるところを彼女と鉢合わせてしまったこの状況、罪か。いや、めちゃくちゃ冷静に分析するやん。浮気に関してはあんま反省してなさそうだね。で、お前誰だ。きっしょ。いや無理無理無理、その言い逃れの仕方は無理じゃない。こういうの普通さ、浮気した本人がさ、僕別人ですっていう言い逃れの仕方はわかるんだけどさ、こっちサイドが偽物だって言い張るのはさ、さすがに無理があるんじゃない。へーもん。待って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 、一回目つきで、お願い待って、もうしないから許して。いや彼女は本物なんかい。浮気への罪がとんでもなく重かったな。トゲ、商品紹介行ってみよう。出巻き紅鮭、出巻きからし明太子、とろうま卵黄風そぼろ、明太マヨクリームチーズ。ふっくら食感にたっぷり満足感、マミマルの新手巻きおむすび。いや、そぼろは言えるんかい。五条先生サポートありきな CM。 伏黒当時は全員家で幼少期に呪霊の群れに放たれたり嫌がらせをされたせいでめっちゃグレた。伏黒当時の口元の傷は全員家からの嫌がらせでついたもの。しかし恵みが生まれて、その直後に恵みママが亡くなり、またグレちゃった。めっちゃ何回もグレるやん。常にメンタルサポート必要なやつだ。伏黒当時はお金がないので女のところを転々としている。究極の紐。ただ伏黒当時は一度の仕事で大金を稼ぎパーッとお金を使うから、リターンのある紐。紐の中でも上位の方だった。経済にも貢献するタイプの紐。工場くん、工場くん、工場くん、工場くん。そうかな。多分違う方の五条くんかな。ハイになりすぎて別世界線来ちゃった。五条サトルの声でドライブスルー注文してみた。お疲れ、サマンサ。ユースキー月見がいいかな。ありがとうございます。領域展開無料空所。多分スタッフ呪術回戦見てないね。だいぶ無料空所が実用的になったね。きっしょ。なんでわかるんだよ。ある程度殴らないとダメージ入らないボス。手持ちの妖怪奪って敵にしてきそう。めっちゃ腹減ったわ。それな、めっちゃ腹減った。俺も腹減った。腹減ったよな。飯にしようぜ。何食いたい。いやー、ラーメンかな。あー、ありだな。俺マック食いて。うわ、あり。めっちゃありだわ。うわ、めっちゃ腹減ってきた。お前何食いたい。スペースやで、バタラタラ、ドンゲミュー。うわー、それもありだな。いや、友達に花見いるな。ファミレス1名で案内されそう。おい、姉ちゃん遊ぼうよ。おい、お前ら嫌がってんだろうが。おい、ザ・ワールド、無駄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 、時は動き出す。怪我はねえか。
リオ様が珍しく正義の味方。てかなんでこんなマリオいいんだよ。今でもやっと住んでいる味噌汁でステを勝ち合っている。お小遣いで抱こうとしたその時、俺を呪う言葉を働きなさいって。両親からの土星論パンチ。ただの無職がだいぶ美化されてるね。甘く見積もって指の爪2枚分の強さ。なんか勝てそうな気がしてきた。制作会社同じマッパの対決。なんか同じ会社ならありえそうだよね。おいサトル、これ頑張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 れ。おいゴージョサトル、領域展開スクマミスス。スクマミス氏のポーズが艦長。以上 TikTok 界の特急事例でした。渋谷事変だいぶしょぼくなったな。歴史にかすりもせずに消えそう。イタドリじいちゃんジョーゴに転生したな。大御所声優さんばっかですね。いやどっから分かれてんねん。メロンパン側もびっくりしてんじゃん。呪霊操術、文字通り呪霊をあれしてそうしてこうするんだけど、たまになんかすごいことができる術式さ。いや何の説明にもなってない。この武藤なら闇落ちしなさそう。日記の笑顔でやしめるや、生きてるとこさえ彼女のエリア。天才的なアイドル様。絶対アイドル歌わなそうなメンツ。人選と曲線のバグ。五条悟のいいとこで山手線ゲーム。イエーイ。強い強い強いだけ。次回渋谷事変開門。こいつ金は持ってるよ。もう冗談っすよ先生。お前らマジ舐めんなよ。スローモーションじゃないと認識できんて。キョッコリハン五条悟るば。国門教って300種類あんねん。アンミカの方が逆に乗っ取ったパターン。見た目だいぶゆるキャラになったね。格納呪霊の寝袋とかなら売れそう。地平円ドンカだいぶ無理に作ったな。真面目に勉強しなさい。いやゲトウがポケモン伝説集。あれ改造キャタピーかな。みんな助かるし、高木も頑張ってたし、俺も頑張らないと。道は続く。いや封印がエイミーになってんな。